どうも、珍しくアップデート当日から撮ってるんですけど、また今回もいろいろと不具合が修正されたりしてると思うんだけど、このゲームの場合大抵は不具合を直したことで新しい不具合が出たりしてるのでまたちょっとゲームバランスが変わったりしてるかもしんないね。ただ今回一番大きいのはやっぱり水着の登場でしょう。これ有料のダウンロードコンテンツではあるんだけどね、水着のコスチュームを選べるようになったんですよ。もう何の意味があるのかって言われたらもう何も言えないけどね。こうやってね、あいつとかめちゃくちゃエロかったはず。ティファニー来ました。こんなんドスケベですよ。ただちょっと早速問題もあってね、女性はいいんだけどなぜか男性のキャラの服装を変えようとするとこうなるんですよなんだよクラッシュって。それとエモートという機能が搭載されたんですよ。要するにこうやってキャラクターにアクションをさせることで意思の疎通を図るっていうやつだね。伏せろとかどっか行けとか。だからこれでちょっとボイチャで会話できない外国人の人とも意思の疎通が図りやすくなるかもしんないよね。まあ英語でまくし立てられるの結構好きなんだけど全然わかんねえのに。今のやつショーマップだな。なんかおかしくねえか、なんかおかしくねえ、あれ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 、これ使用バグ、ちょ、とりあえずエモートの練習しとこ。どう、あ、こうやってやるんだな。あ、意味もなくやりたいな。今みたいなの。これね。あ、ちょ、始めよう、とにかく。ちょっとさすがに面食らったけど。この見た目は。あ、いい感じに散ってんな。うん。修理パーツが揃うかもしれないね、効率よく。あれ、いきなり警告音になってない？車近いからか。あ、トミーの通信機だ。とりあえずあれは鳴らそうか。そう、なんかジェイソンが来た時の BGM も変わってるっぽいんだよね。ジェイソンごとに個別の BGM になってるらしいよ。カモントミー・ジャービス、よし。Hello. あれ開いてる？ん？開いてる？なんで、おお、びっくりした、いるじゃねえかまだあっち側の戸締まりしてなかったわ。これからするとこだったのに。でもこれ俺他の人にどう見えてんのかな。全身にイカスミぶちまけられてるけど。ヘローって言ったのジェイソンか。おい、こっち来んじゃねえよ。あ、どっか行ったかな。さすがにまだシフト使えないもんな。はあ、びっくりした。先に扉閉めよ怖い怖い、そんなすぐ来ると思わないじゃん。これなんか仕様なのか不具合なのか判断つかねえな。なんかなんでこんな綺麗にコーティングしてんの。くそ、修理得意なキャラだからさっさと何かしら見つけたかったけどな。見つかんないや。まだ誰も死んでないよな。うん。あ？なんか今車の近くにジェイソンいたな。あ、てかもう、え、4人乗りの車もう直ってんの？うわー、あれ乗っかりたいな。だからなんかこの辺人密集してんのか。車にただ乗りしようとして。さすがに今ジェイソンいるから無理だよな。ちょっと隙を見て車パクりてえな。てか他のプレイヤーにも会いたいんだけど。ね。このタイミングだとさ、やっぱり水着のキャラ多いんじゃない？他にも。他のキャラもコーティングされてるかどうかちょっと見ておきたいよね。これ俺だけだったらどうしよう。なんかすげえ恥ずかしい感じになるじゃん。よいしょ。とりあえず行くとこないし。
行ってみようかな、人がいっぱいいる家。この近くの家、あそこしかないし。どうせジェイソン来てるでしょ、この感じ。だってなんか密集しすぎだもん、いくらなんでも。隙を見て離脱したいところだけど、おいるね、水着の人、やっぱり。同じティファニーがいるな。あ、いいね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 。やるやるやる、俺もそれ。えい、ちょっと待って、やっぱ、でもコーティングされてねえじゃん。これどう見えてんだ、俺。まあ、ちょっと遊んでる場合じゃねえな。今でもどうやらジェイソンいないみたいだし、離れてもいいかもしんない。てか車、もう車鍵まで刺さってんじゃん、4人乗り。これもう行くしかないでしょ。でもジェイソンも絶対張ってるはずだから、あの人たちと一緒に行動したいな。こういう場面では一緒に行動するのもありなはず。序盤はね、手分けして調べたいからあれだけど。おお、やっぱ水着多いね、水着多いね。ああ、俺もやるそれ。えい、これなんかやっぱ他の人には俺普通に見えてんのかな、どうなんだろう。よし、あ、ダチョウさん行っちゃったよ。ちょっと俺も行く、俺も行く。あれ、そっち行った、乗らんの。でも絶対警戒してるもんな。おお、あ、てかこっち通信とか。あ、なんだこっちの車。ああ、いる、怖え。バカ、やめてください。コーティングされてない人を狙ってください。こっち来たな。ん、今シューってなったけど動きは止まってないな、ジェイソンの。ああ、完全にこっち見てる。ウケる。で、扉壊れてんじゃん。くそ、たまたま逃げ込んだ家がもう破壊済みか。ちょっとあんまいい状況とは言えないな。開けてとりあえず出よう。来てないのか、来てないのかな。ってことは一番左のあそこが4人乗りか。一人向こう向かってんな。よし、スタミナ回復した。行くぞ、俺も行くぞ。おや、面白いことになってんな。ヒューズが落ちてるぞ、電話機の近くに。ただもうトラップ持ってんな。やってみるか、スプレーはあるし。一回試しにかかってみよう。おら、これで、まあ、多分すっ飛んでくるだろうけど、うわ、ちょっと待って。うわ、目の前、スプレー、今スプレー探してました。スプレー使うとこだったんです。早すぎるだろ、くんの。バカ、もう反応早かったな。俺もちょっともたついたけど。でも俺の死を犠牲に、この人たちちょうど目つけられてない可能性あるよ。俺んとこ今すっ飛んできたから、すぐには飛べないはず。あー、俺もこっち行っときゃよかったな。じゃあもう俺んところにすっ飛んできたから、君たちは車を動かせてるんだよっていうのを言い張ろう。この人たちが脱出したらもう実質俺の脱出って言い張ろう。あ、一人の、あー、いる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 。これちょっとチャドに構わない方がいいんじゃない。動いた、あ、なんかに引っかかって動けないのか。後ろの岩に引っかかってんだ、あれ。車がバックしたいけど。すげえ優しい、待ってあげてんじゃん、ジェイソン。あー、行かれたわ。まあそうなるよね。助けてあげて、助けてあげて。ファッキュー。あ、でもこの位置で殴ると運転席乗れないよね。逃げるしかない、逃げるしかないよ。あ、もう実質俺の脱出とすら言えなくなったわ、完全に。悲しい、ただただ悲しい。あー、いきなり掴まれたね。あ、こりゃダメだね。綺麗に殺されたわ、結局全員。まあうまかったな、ジェイソンの方も。結局全滅させたわけだし、まあわざと罠踏むってこと自体、当然ああやって一瞬で飛んできて有無を言わさず殺されるっていうリスクがあるので危険な賭けなんだけどさ、
まあこっちがスプレーでもたもたしてんの見て的確に殴ってきたもんね。こっちは一発捕まれても逃げれるって気でいたからさ、ナイフ持ってて。だからちょっと余裕こいて罠踏んだとこもあんだけど、冷静だよね。よし、もう一戦やっとこう。ちょっとさ、あの黒光りボディが不具合だったのかどうかだけさ確認したい。あ、やっぱちげえわ。全然、すげえ綺麗な体してんじゃん、バカ。何だったんだよ、あの黒光りボディ。とりあえずこの家入ろうか。今度は脱出すんぞ。うえー、鍵。よし、チャンスだぞ。このキャラ修理が得意なので何かしら見つけられれば、あとバッテリーかガソリンか。ん、この人もう上の方は調べたのかな。うん、ジェイソンいる。めっちゃ出てきた。これはちょっと一旦こっちの隣の家行くか。ちょっともうついてくんじゃないよ。手分けして探すとこでしょ。おい、こっち来んじゃねえ。妹がこういう時に有効なんじゃないの。あっち行けってやつどれだっけ。あれ、これか。あ、これ、え、誰も見てねえ。せっかく使ったのに。だって序盤で同じ家調べてもしょうがないでしょ。でもさすがにもうジェイソン離れたかな、さっき上にいたやつ。多分トラップとか仕掛けに行ったんでしょう。いきなり上に出てくるっていうことは、あの一番上の家に電話機があるんじゃないかな。大抵の場合ジェイソンが最初に飛ぶ場所に電話機があるからね。もしその辺にヒューズがあった場合チャンスだぞ。やっぱな、窓とか念入りに壊してるぜ、電話機の家だから。まあしばらくここに戻ってこないでしょ、一度来たんなら。調べさせてもらうぜ。フレアガン助かる。よし、腕力ないからなこいつ。おっしゃ、助かる。ちょっとスプレー、え、ちょっと待って、え、あ、間違えた。ビビって武器置いちゃった。スプレー置いて取ろう。いや、むしろ鍵をあれか、車の近くに置いといた方が良かったか。今ザザってなったのはなんかこの辺、この周辺にいたジェイソンがどっかに遠くに行ったのかな、かもしんないな。そうだと踏んで車の近く行って鍵を置いてあげよう。あ、でもこっち通信とか、まあ、しょうがねえ。遠くの車まで行ってる余裕ねえからな。この辺に鍵を置いて、よし、さっきのスプレー取りに行って、あ、ちょっと待てよ、ちょっといろいろ準備をしよう。罠にわざとかかる必要があるから、またしても、またしてもだよ。ちょっと即死するかもしんないな。うわ、隣の家のドアも壊しやがったな、あいつ。隣の家にすぐ逃げ込めるようにしたかったんだけどさ、あの野郎やりやがったな。爆竹とかがあればな、身を守りながら修理できるかもしんないんだけど、これはまずいぞ。お、でもなんか誰か人が近づいてきてくれたな。もしかして協力してくれたりする。ナイフ持ってて解除してくれたりしねえかな。お、よっしゃ、今のうちに。あ、さすがにあれはできねえか。で、スプレー持ってる。あ、すげえ同時にやっちゃった。あ、でもすぐには来ないな、ジェイソン。さっさと修理してやろう。あ、来たわ、来た来た、こっち来たわ。絶対電話機壊してくるよ。どこにいるあいつ。あっちか。どうしたもんかな。俺はここで見張ってよ、電話機を。ん、あれ、もしかして中で叩く。死んだね、あっちの人。
マジかよ。いや、電話機壊しに来ると思ってさ、あ、今何にビビった？電話機壊したな、今完全に。電話機壊しに来るジェイソンをフレアガンで撃つなりして、あの人が電話をかける時間を稼いであげようと思ったんだよ。したらこのざまよ。あの家に逃げ込みたいな。間に合うかな。後ろを見ながら、あ、なんかナイフ取ったな。今のうちに逃げ込めるぞ。おら、飛び込め。あれ、うわー、殴られてる。私殴られてます。スプレー、絶対無理。おっしゃ、助かった。あ、しかもブランドンがいる。戦ってくれるか。今のは完全に運が良かったな。ダメだったわ、俺死にかけてたわ。このトラップにはまってほしいね、できれば。ちょっと、マップが見えなくなってきたよ。ああ、今俺もう一回死んでたようなもんだわ。あ、ブランドンさん逃げたな。どうだ、どっちから来る。この家、あ、ドア壊してんな。扉壊してっからもうさっさと逃げちゃおう。のふりしてもっかい入るとかもありだけど。あ、扉壊れてんな。どう来る。ちょっと一旦様子見よう。じっくり行こう。あれ、能力使ってるような感じもしないな。あ、いろいろと壊してんな。さっさと逃げた方が正解だったか。ちょっと人いて申し訳ないけど、そっちの家行くよ。そう、おっしゃ、呼んでくれた警察。俺のやってたこと無駄じゃなかったな。あ、俺にスプレーくれたのかな。俺もう一個持ってんだけど、ありがたくいただこうかな。こういう時の意思表示ってどうすればいいんだろう。妹とかでさ、俺もう持ってるよっていう、なんかそういう意思表示した方が良かったのかな。スプレーすでに持ってるからさ。あ、でもなんかジェイソン消えたね。気配しなくなったな。消してるだけかもしんないけど、でもこの感じは本当にいなそう。ちょっと南の方に向かって行った方がいいよね、警察呼んだんなら。ちょっと俺を置いてかないで、とりあえずあの人たちについてくか。他力本願プレイ。しかしエロいな、あの女の水着。あのメイソンも水着で来ればよかったのに。女3人で逃げるわよ。ちょっと待って、この人たちどこ向かってる。警察。あれ、でも車バッテリー入ってんだな。あれあれで逃げれる見込みとかあんのかな。うわうわうわ、これ乗れるんだ。鍵も入ってんじゃん。行く？任せるよ。あれ乗らんの。あれ、あ、鍵はないのか。あと鍵だけあればってやつか。しまったな、俺持ってくれよかったな。じゃあ、いや、それ結果論だけどね。あの場合はした方がいいと思ったんだけど、ちょっとあれだな、もう俺一人で南の方向かうぞ。だって脱出したいもん。あのでかい家いてもしょうがないでしょ、正直。いや、でもまた実質俺が電話を直したって言い張ろう。まあ一度は直したんだけどね、実際。それを利用して呼んでくれる人いてよかったわ。チームプレイ感がすごいある。あ、でも結局こっち来たんだね、このドスケベは。あ、二人とも来たのか、こっち。うわい、ヘイヘイ。ちょっと窓開けとこ、とりあえず。大事だよ、換気大事だよ。火焚いてんだからさ、窓開けとこ。お、早速逃げたね。はや、おい、来てんのかよ。もう来てたわ。ね、あっちの東の方の家に行きたい、できれば。行ける気がする。どうにか。なんかそんなにシフトとか使ってこないな。こう言っちゃなんだけど、ちょっと不慣れなジェイソンさんなのかもしんないね。さっき俺完全に一回死んだっていうところ、生き残ったしね。
とりあえずこの家に。この家もなんかでかそうでいいな。うわ、西の人めちゃくちゃ張ってんな。あっちに警察来るとは限らないだろ。どっちにも行けるようにしようぜ。とりあえず戸締まりと換気を基本は。あのこの家ってもしかして誰も人来てなかったのかな。うん、鍵開いてるし。よいしょ、ラジオがあるな。これうまく使えねえかな。ん、どこ行った。なんか今ジェイソン消えたよね、マップから。ん、あっち行ってんな。めちゃくちゃあっち行ってる。あんなとこ張るから逃げ場なくなっちゃうんだよ。スプレーか、スプレーこんなあってもな、捕まれたら死ぬしな。まあお守り程度だな。え、これもしかして生き残り。ああ、まだいた。俺とあの人だけか。あの人の時間の問題感すごいな。警察の、うわ死んだわ。絶対こっち来んじゃん。ラジオつけとこうか。ラジオつけといて、なんだラジオかってなってほしい。でも本当に俺はここに、うぅ、いるいるいる。いたわ、もうすでに。ラジオ無意味だったな。しかももう一発で扉壊せるモードになってんじゃん。ダメだよこんなん。ちょ待って、あと10秒、あと10秒でとりあえず警察がどっちに来るかだけははっきりすんだよ。うお、怖え。BGM かっこいいなこいつ。あ、近い、遠い方来ちゃったな。よりによってだぜ。あ、シフト使ったか。こ、障害物の近くを歩けば。よし、つかみづらいはず。とりあえず隣の家までは逃げ込みたい。あの家突っ込むぜ。あ、窓閉まってんだ。しかもこれちっちゃい家じゃん。あ、これまずいぞ。これまずいやつ、まずいやつですよ。ほらほらね、足遅いから捕まりやすいんだよ。おい、助かれ。やめてくれよ母ちゃん。おお、死んだわ。警察呼ぶまではよかったのにな。俺が呼んだんじゃないけど、あなた死亡、私死亡。あー、ひどい目にあった。もうちょっとだったのにね。いや、そんなに不慣れなジェイソンってなんか途中で言ったけど、そうでもないかもしんない。最後のつかみ完璧だったな。一切もたつかず走る俺を一発で掴んできたからね。はあ。つうわけでアップデート当日のプレイだったんですけど、なんかね、一個前の仕様だと、このアップデート前のなんかジェイソンが弱くなってるって言われてたんですよ。まあフレンドリーファイヤー、生存者同士の亡くなったりとかさ、あとなんか窓越しに攻撃できなくなったりして、なんかマップにやたらナイフが多かったりとか。でもなんかそういうのが修正されて、またジェイソンが強い感じに戻ったような気がするね。窓越しの攻撃もできるように復活してたんだよね。なんか見たもん、あの窓から照明弾撃ってる人とか。なのでちょっとまたゲームバランスも少し変わったので、まあ適応していきたいなと思います。ありがとうございました。